さて、今日は、衆院選の投票日ですね。えっ、ー、と、選挙のマスコミ報道について思うことなどをね、話してくれって言われてるんですけどもね、えー、これはね、いつもね、私、毎、ま、回、あ、いい思うんですけれどもね、国民の皆様がね、今までの政治や何かを真剣に洗いざらい、計算して、総決算して、 そして投票する。ということであればね健康的だと思うんですけどねそうじゃなくてねみんなだからあの大きなねあの団体票みたいにね一括りにされて誰政治意識とかそういうものとは関係のないところでね票が動いてるっていうのが今までの、ね、終戦後この方のねずっと見ておりましてね憂えるところでございますね。 さあ、どうなりますかね。さて、えー、話がありますけれどもね、今日はね、えー、私の気合飯というテーマでお話ししろということなんですけど、私、そんなものはございませんけど、ただ、忘れられない食べ物はね、えっ、ー、と、終戦後に、うちが破産して、下宿代も、下車も払えなくなって、ホームレスになって、で、そして思い出してね、 えー、わずかの知り合いだったねあ。その学生さんのところを訪ねていってね。そこでね、玄関でね、私貧血気味なんでね、気を失ったんですね。で、ふっと気がついたらその学生さんが自分が困ってるのにね、あの、看病してくれてましてね。それでね、えー、窓のところにね、えー、置いていた七輪でね、 目玉焼きを作ってくれて、当時はね、卵が貴重品だったんですよ。それで目玉焼きを作ってね、で、白いご飯の上にのっけてくれて、食べさせてくれて。あんな美味しいものが世の中にあったかと思うぐらいに、ありがたいご飯でしたね。